はい、7番目です。同じく第一次世界大戦中の今度出来事ですね。2と問題もありますね。はい、行きましょう。じゃあ今回正しいものを選ぶことになります。A から行きます。大戦危機が発生し、日本の貿易は大幅な輸入超過となった。B、日本国内の工業は活発化し、猪苗代東京間の長距離送電に成功した。C、日本政府は団結政権21か条の要求を行った。で、日本とイギリスの間でEC乱心協定が結ばれた。まあ、同じ選択肢もありますよね。使い回されてるってことですね。やはり過去問がですね。さあ、では、新しいものを選ぶことになります。では、5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい。では、早速行きましょう。では、まず A から行きますね。まあ、いわゆる大戦景気というのはですね、例えば、欧米の国々がですね、特に、ヨーロッパですね、戦争で、非常にこう、大変だったので、日本が、まずアジアの市場を独占して、綿を大量に輸出したんですよ。そして、さらに、アメリカも日本と同じように儲かったので、アメリカ向けの生糸や絹織物が輸出された。さらにですね、いわゆるこう、いろんなものをね、運ぶ、軍需品の受注などもあって、例えば造船、さらには海運なども発達していったわけですよね。ということで、もちろん、これ、最初の選択肢ですが、輸入超過なわけがなく輸出超過になりますよね。まあ、これは内容を考えてもおかしいって気づくと思います。B です。はい、B ですが、この猪苗代ですね、東京の長距離送電。答えが、これが丸ということになります。この結果ですね、それまで、いわゆる日本の動力は主に蒸気だったんですが、蒸気から、この結果、電力に変わっていくんです。この電力です。蒸気から電力に変わる。とても大きなきっかけとなります。はい。続いて C です。C ですが、これは、はい、先ほどちょっと絡んでますが、普通は、団結髄は、西原借款、先ほどやりましたね。今回この21か条要求は、ドン、遠征外という人です。だから、団結髄が遠征外の誤りということになります。よって、×です。そして、D なんかさっきと全く同じ選択肢ですね。もう見なくてもわかりますね。先ほどと同じく、イギリスがアメリカです。ということでですね、かなりですね、まあ今回これ立教の問題なんですが、他の大学もそうですね。過去問をかなり流用してます。よくわかりますね。だから、あえてこの問題を提示したんですけど、見てください。面白いのが、そもそも前の問題とこの問題、例の選択肢の位置も同じなんですよ、これ。面白いですよね。だから多分これをもともとコピーページして、片方の問題はね、選択肢それ以外を変えて作ったのではないかと思われるんですよ。例えばこれは上は早稲田でも同じようなことが言えるんですよ。だからね、やはり過去問研究が極めて有効であるってことがわかると思います。はい。では次の問題いきます。はい、8番目です。同じく大戦景気による日本経済の変化の説明として、今回正しくないものを選ぶことになります。はい、A です。工業は発展したが、工業、工場ですね、生産高、農業生産高を上回るのは第二次世界大戦後であった。B、債務国であった日本は債権国になった。C、世界的な船舶不足のため海運と造船は公共となった。で、大戦景気に重化工業は工業生産額の約 30% を占めるに至ったと。はい。それでは5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい。では大丈夫ですか？では早速行きましょう。まず A ですが、はい。日本が工業生産額は農業生産額を上回ったのはドン。第一次世界大戦後なんです。だからよって答えは A です。この第二次世界大戦後、まあこれが誤りということになります。正確にはですね、1919年なんです。1919年に、工業生産額が農業生産額を上回ります。の B ですが、債務国から債権国になった。これ何かというと、借金をしていた国が借金をする、お金を貸す側に変わったということです。まあ日本は日露戦争の時にたくさんね、外債といって外国からお金を借りて日露戦争に勝ったわけですよ。ずっとその借金の返済で追われていたんですが、今回は逆に外国にお金を貸す側になったということです。はい。で、C は先ほど言いましたね、海運や造船が公共。この結果、船成金というですね、まあ、かなりね、一時的にバブル的に儲かった人が登場します。でですが、これちょっと注目しておきたいんですが、あくまで今回は軽工業中心なんです。重工業は 30% を占めるに至ったということです。重工業が中心になるのはですね、満州事変の後です。満州事変の後、軍事費が増えた結果、重工業が上回ることになります。はい。では、大丈夫でしたか？次の問題いきます。ドン。9番目です。はい。米騒動が全国に広がった原因として正しくないものはどれかというものですね。はい。A です。米の増産が追いつかなかったために、供給が需要に対応できなかったから。B、シベリア出費を当て込んだ米の投機的買い占めが横行して、米価が急騰したため。C、第一次世界大戦により急激な経済の発展が、工業労働者の増加と人口の都市集中をもたらし、米の消費量を増大させたため。で、政府が軍隊を出動させなかったから。はい。まあこれ教科書の本文とかにね、よく出てくる話ですからね、読んでたらわかると思います。では5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい。まあ今回はね、どっちかというと単なるこう、用語知識というよりも、この因果関係を聞いてる問題ですよね。はい。では早速いきます。はい。ドン。答えは、この例ということになります。警察軍隊が出動して鎮圧させたんですね。ところがこの鎮圧の仕方があまりにひどいため、寺内内閣が総辞職することになるんです。これが寺内内閣の総辞職のきっかけなんで押さえておきたいです。そしてですね、軍隊なんかが鎮圧というイメージ。戒厳令って言葉知ってますか？戒厳令は実は今回は出ていません。戒厳令というのは、日比谷焼き討ち事件ですね。それから関東大震災。そしてですね、226事件。この3回出てるんですよ。でも、今回、米騒動の鎮圧は出ていないということでね、これが含まれて4択問題で出てない時を選べっていうのも結構出ますので、知っておいた方がいいです。では、次の問題いきます。原内閣の積極政策の内容として、正しくないものはどれか。今回は正しくないものです。はい。A、鉄道施設を政党の経済的基盤の強化に利用した。B、高等学校を増設し、高等教育の拡充に取り込んだ。C、産業開発に取り組んだ。D、普通選挙制の導入に取り組んだ。まあ、これもですね、単なる用語というよりも内容を聞く問題ですから結構いい問題だと思います。では5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい。では早速行きましょう。まず、答えは、ドン。ということで、これですね。はい、D です。何かというとですね、原はですね、はい、この普通選挙の導入、これには反対していたんですね。当時の原のですね、原敬日記によるとですね、今、普通選挙を導入すると社会が混乱するというふうに書いてあります。ですので、あくまでですね、原は、まず、いわゆる選挙のですね、資格の納税額を、当時10円から3円に7円引き下げただけにとどまっています。そして自分の政党立憲政友会に有利なように小選挙区制にして、その結果、かなりのですね、選挙で、議席を増やします。100議席以上増やしたんです。そしてさらに原内閣は、地方にですね、例えばこう鉄道なんかを引いていくんですよ。その結果、立憲政友会は、地方に基盤が多いので、さらに得票が伸びたというんですね。その他 B、これはですね、大学例や高等学校例というものを制定してですね、いわゆる私立の大学や専門学校を認めたり、大学に入るための1個した高等学校を増設していったので、B も丸ということになります。はい、C も原の4大成功の一つということになりますので、答えは D です。さて、では次の問題いきます。11番です。ワシントン会議では海軍軍縮、極東問題に関して審議され、いくつかの条約が成立した、それらに関する記述として正しいものはどれかというものです。はい、A。まず、中華屋条約ですね。に中国は参加していない。B。シカ屋条約によって日英同盟協約の終了が同意された。C。ワシントン海軍軍縮条約によってアメリカ、イギリス、日本の補助艦が制限された。補助艦です。で、ワシントン海軍軍縮条約によって、石井・ランシング協定は廃棄された。今回は正しいものを選ぶことになります。それでは5秒あげますから考えてみてください。どうぞ。はい。では、早速行きましょう。まずですね、まず A から行きます。ドン。A は中国も参加しています。まずですね、9カ国条約ですが、イタリア、イギリス、ポルトガル、中国、アメリカ、ベルギー、フランス、ジャパン、日本ですね。オランダ、イーポチ、安倍富士夫と覚えてきます。イーポチ、犬ですね。を連れた安倍富士夫さんです。イギリス、イタリア、ポルトガル、中国、アメリカ、ベルギー、フランス、ジャパン、オランダということで、ここで、はい、いますね。中国。ですので、この参加していない。これがバスということになります。よってこれはバスです。B、四カ国条約によって日英同盟協約の終了が同意された。はい。答えは B ということになります。ちなみにこの四カ国条約というのは、フランス、日本、アメリカ、イギリスの4カ国です。不二愛と覚えてきます。はい。でですね、続いて、C です。では C の選択肢どうでしょうか。ドン。まずですね、これ、アメリカ、イギリス、日本の補助艦ではなくて、アメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリア、5カ国の主力艦の誤りです。はい。5対5対3対 1.67 対 1.67 というやつですね、比率が。だから、×。はい。そして、D ですが、はい。石井南進協定が破棄されたのは、ドン。9カ国条約です。だから、ワシントン海軍軍縮条約が誤りということになります。はい。ちなみにですね、よく言うのが、まずこれ、四カ国条約、によって日英同盟協約。あえてこれ、協約はこれ、日英同盟だけで覚えちゃってもいいと思います。そうすると、日英同盟ですね。日英同盟。4文字ですね。4文字だから、4文字のものと、4、四カ国の4と覚えておくといいです。こちらは、はい、石井、天和無視で、蘭心宮、協定。はい、9文字になりますね。9文字だから、9カ国と覚えておくといいと思います。はい。とりあえず答えは B ということになります。大丈夫だったでしょうか？では、次の問題に行きます。